皆さんこんばんは、牧野でございます。それではいつも恒例のキャラクター紹介やっていきましょう。本日のキャラクターはディーバですね。まず可愛い、もう美少女多いけど、もうその中でも群を抜いて可愛いなディーバ。まずここで他のキャラよりもアドを一つこっちは持っていると。スキン変えてるんでね、本当は違う色なんだけどピンクピンクしてます。はい、ディーバといえばメック、まあ、ロボットですね。通称メックに乗って戦うっていうのが一番のポイントじゃないでしょうか。こちらですね、ロボットに乗って敵と戦う。でメイン武器はこのデュアルマシンガンで、弾無限なんだよね。これいいよね、リロードがいらない、素晴らしい。脳筋にとってこれ以上ないメリット。アビリティの方ですが、1個目がマイクロミサイル。このミサイル連射、これが、まあ、一見今の見た感じ地味だけど、このマシンガンと組み合わせることでもう敵溶けます。めちゃめちゃ強い、正面からの打ち合いが超強い。タンクじゃない限り大体溶けてく。なので強気に正面で戦いましょう。これないとやっぱり近距離強いけど、ある程度離れちゃうとメインウェポン弱いからね、何も食らわないんで、途端に火力不足になっちゃうからミサイルはやっぱ必要だね。さあもう一つのアビリティ、ディフェンスマトリックス。それは目の前にシールドを発生させて敵の弾を防ぐっていうシールドですね。これもめちゃめちゃ強い。シールドを張って後ろにいる味方を守ってあげましょう。ただし防げる弾の種類はレーザー系は防げない。例えばザリアのメインウェポンとかシンメトラとかエコーのレーザー攻撃とか、ああいった類は防げないんで要注意。ディフェンスマトリックスやっぱ強いんだよね。敵のウルトとかも防げちゃうんで、なんならキャスディとかね。シフトボタンを押すことでダッシュできる。水平方向に使えばただのダッシュなんだけど、視線を上に上げることで空飛べちゃう。もう意味がわからん、この重さ飛べないだろ普通っていうぐらい飛べちゃう。なのでディーバの立ち回りとして積極的に高台取りに行きましょう。なんならこうディフェンスマトリックスを出しながら高台を取りに行く。もうそうすれば確実に高台になって取れちゃうんで、厄介なスナイパーとか居座っていたらバンバン高台を取って下ろしちゃいましょう。もうこのブーストはもう積極的に、クールタイムも短いんで、バンバン使っていきましょう。で最後ウルト、これ名前なんていうの、ウルトの名前、自爆、自爆ですまんまやないかい。自爆はその名の通りメックについている自爆ボタンを押すことで、はい、ドーンと車線が通っている敵に対して大ダメージ、ほぼワンパンで倒せますと。ただメック脱げちゃうんで、これ今生身なんですよね。今生身 HP も150しかないんですぐやられちゃう。一応攻撃はできるんだけども、そんなに長生きしとくもんじゃないから、もう一回ウルトボタンを押すことでメックを召喚するんだけども、メック召喚した際近くにいる敵を踏み潰すことができる。これもめっちゃ強いんで隙も少ないし、これも狙えたら狙っていきたい。自爆はね、物陰に隠れて爆発するメックを見なきゃいい。ここで爆発するんだったらこの距離でもここに隠れてれば自爆食らわないんですよね。なんかすぐさま物陰に隠れるっていう癖づければ意外と防げます。自爆の小技でもう一個、ブーストの感性が働くんで、斜め上にブーストしながら自爆ボタンを押すと、こういう風にメックを飛ばせることができるんで、上空で爆発させた方が車線も通りやすいんで、敵の不意もつけるんで、こういう自爆のさせ方もよく見る。自爆をシンメトラのテレポートの上に置くとワープしてくれます。マジで？そうなんだ。
相当タイミング考えないといけないけど、確実に不意はつけるな。それは知らんかった。以上、ディーバのキャラクター紹介でした。ちなみに今日は使いません。はい、よろしくお願いします。